人は。イタリア下がりの場合はさっき言った通り、人が立つわけです。だから酸素っていうのはちょっとリスクが高い。あのドライバーみたいなのを持って。なるほど。あの、怪我する。はい。なんで、まあ、怪我が少ないゴムアウトの方がいいかなっていう。かしこまりました。あれ10日。イタリア体重だよ。そうです。ピンポーン、さっき言った通りイタリア体重。サッカー、さあ、上から来るよね。今多分僕同じ指摘されたと思うんですけど、まあまあこうね、こう左向いてるんですよ僕らの、打とうとしてる足って。あ、向ける。でも結局あのバンカーの方向で多分これで持ち上げると計算的になる。あ、計算的、うん、それはこれ先生はどうやって打つの。あ、先生バージョン。いや、先生これ借りていい。あ、ありがとう。あ、足踏んでいい。かっこいいかよ。かっこいいかよ。やばやば。超うめえ。ちょっと1個だけ気になったんですけどいいですか、うん、先生グローブしないですか。あ、しないの私。え、あ、しない。俺これ動画の時からずっと気になってたの。あ、本当。対戦してる時から。これなんで。え、あのジュニアの時に合うグローブがそもそも出てなくって、はあ、てか私がジュニアの時にジュニアのクラブとか普及してなかったんですよ、はあ、なんでなんか小さい、超ちっちゃかったの。だから18 のグローブとかなかったから、19からしか。だからそれやったんだけどすげえブカブカで嫌だなって思ってやめたの。それだけ。つけずに。このグローブ焼けが結構ステータスな感じあるじゃない。あるあるある。これゴルフやってるよみたいな、みたいなね、うん、でももう、もう先生はない。ない。先生はない。もうどっちも焼けちゃう。どっちも焼ける。すげえ理由だ。グローブのサイズがないからつけてない。なるほどね。今はあるよ。
今は雨の日だけしてる。あ、なるほどね。なるほど。雨の日さすがに滑るから。え、グリップするんですか？なくても、そのなんつうの、このほらこの、え、する、うん、そんな握ってない。あ、軽く、ね、うん、軽く握ってるだけ。これ最初聞きますよね、ビギナーの方ね、こう力むなとグリップはこう包むように持ってるだけでいいみたいな。今まさにここにその人がいます、うん、だから嘘じゃないんですこの話は、うん、1個だけね、この都市伝説みたいな、都市伝説1個証明されました、伝説ではなかった、本当です、はい。まあ、ちょっとここは複合のつま先上がりのつま先下がりじゃなくて、つま先上がりの左足下がりつま先上がりの左足下がり、あーすごい、複合、はい、なるほど、危ない、はい、危ない、ギリセーフ、ギリ噛んでない、これはむずいよ、これむずいよ、ちょっと私からやってきます、はい、ちなみにこれイメージできるのが、こっからよし乗せるぞなんて言って、結局あの B に入っちゃうのがあのレンジャーの推しなんですよ。ここをちょっとお願いします。やっぱり乗せるんですか、乗せに行くんですか。乗せに行くっていうよりかは、あのこれを当てる。当てる。当てるっていうだけ。でバンカーをできるだけ越す。で結果的に、あ、超えちゃったとか、まあ、乗っちゃったっていう感じかなっていう。そんな簡単じゃない。乗っちゃったみたいなね。そんな簡単じゃない。で、まあ、はい、私は130ヤードなんですけど、はい、まあ、本当はね、あのワンクラブ上げて、ちっちゃく振ってほしい。私はなんだかんだバランスがまあまあ悪くはないので、先生なんで、先生なんで、はい、あの1本で、はい、あの130のクラブで、はい、行ってきます、はい。で、左足下がり、つま先上がりの場合はボールはちょっと右足寄りに置きます。なんでかというとダフりたくないから、うん、ダフりたくない時は必ず右足寄りに置いてください、はい、真ん中にでもね、はい。で、その時に左足下がりだから左足下がり軽く、はい、軽くね、軽くなんで、そうで、つま先上がりなので胸は少し起こします、はい、そうすることによって、この詰まりっていうのがなくなるので、ここのね、手元の詰まりがなくなるから少し上げて、でそのまんま体重移動はせず、ちっちゃく振っていきます。ちっちゃくっていうか押さえてね、はい、振っていきます。おー、ふやー、なるほど、はい、けど、まあ、クリーンだり、ちょっと下ふやーっていう感じ。できた、え、できた、できたよ、できたよ、全然俺もできてない、 B に入る、 B に入る話できてないじゃあ俺先行こうかな。お、130のクラブでいいかもしれない。130のクラブ、本当だ、うん、130頑張れば8番なんですけど、ちょっと1個大きくして7番持ってる。あー、じゃあ8番、いや7番行くかも、7番行くね、7番行くかも。で、ファーストスイングです。ファースト、肩、肩まで、そう、ファーストスイング、左体重の、うん、体重、右足寄りね、右足寄りね、あ、そうそうそう、やべやべやべ、なんかね、クリーンでさ、右膝の方がすげえ曲がってくる左足体重かとかって、右膝がめっちゃ曲がってくる全然右体重だからね、イメージ全然できなかった先生のこと聞いて、ちゃんと、そうですよね、頼むよ、そうの、そう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 、聞いてちゃんと、そうしか言ってないから、そうっすね、そう、入れる、入れる、入れる、炭しきですか、心配事が多すぎる、当てに行くんだよね、いいじゃん、見てターフを、ほら、けどね、飛ぶ気がしねえ、飛ぶ飛ぶ、信じよう、自分信じよう、で、当てる、当てる、うん、ヒットが曲げない、つなげるとああなるから、うん、スムリーが立つ、信じる、先生とスムリーを信じればよかった、これむずいよけど、いや、こんなん一発でできたら誰も苦労しないから、そんなん、うん、B じゃない、ちょっとあったけど、 B だけどね、まあ、いつも通り、まあまあまあ、でも、でも当たってるよね、そう、当たってる、ね、だってこの斜面に対してあっちに直進性は強いと思う、こ
そもそもが曲がっちゃってるからね。そうですか。そう。まっすぐじゃないのとりあえず。これまっすぐですか。こっち傾いてる。もうちょっと。そう。腰がこっち。まっすぐがわからないグリーン。まっすぐ立てない。え？え、ここどう？多分ね、背骨が曲がってるんだと思う。あ、どうかもしれない。オッケー、そこそこそこ。これ当たるわ。当たるわ。これは当たってるよ。当たってるよ。ちょっと要練習だね、これ。これいいよ、むずいよ。これむずいよ。いや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 。これで、体勢を落としてね。落ちて、うん、聞こえた？聞こえた。聞こえた。ちょっとグリーンもちょっと聞こえた。グリーンもちょっと聞こえた。ちょっと私後ろに行くよ。気持ちが近かったじゃない。なんかね、よくあるんだけど、つま先上がりの時にさ、すげえ離れるのみんな。なんだけど、離れないね。離れない。なんかさ、あの、きついんだよ、ね、そこはね。そう。だから胸を上げてきたの。あー、なるほど。でも胸を上げることによってこの辺がちょっと楽になるんだけど、その分胸を極端に言うとこっからこういう風に上げると引くじゃん、クラブって引っ張っちゃうじゃん。だからその分に近づいてあげるんだと球に届かないわけ。なんでトップしちゃう。多かった。ちょっと遠い。こんぐらいがいいですか。オッケー。そのまま肩から肩まで。肩から肩。肩から肩。お、いいじゃん。いいじゃん。あたった花道。うん。ポンザ花道。飛んでないけど。何番？これ8番。長いクラブない。7。7ですよ。カタカタです。これはちょっと練習だな。そうだね。まずはそのバランスの話。バランス感覚が良くないと結局こういうところで触れないから、練習場でなんか練習場プロみたいな感じの人いっぱいいるけど、そういう人たちはまあなんかコート来てスコアが出ない人たちとかいるじゃない。そういう人たちがバランス感覚が悪いんです。あ、こういうところに来てうまく打てないっていうのが、じゃあバランスボール投げます。あ、出た、来た、バランスボール。先生これまっすぐですか。頭が左、頭が左。そう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 、そういうことそういうこと。これまっすぐ、ね、見て見て、まっすぐ。客観的に言われてるんだから、地面、地面に対してまっすぐ。客観的に言われてるんだよ。あ、地面に対してまっすぐ。そう。けど体の中心はこうする。じゃあ体の中心がもうずれてるの。体の中心が今みたいだったらずれてるよ。右に行ってるよ。先生、ここっすか。頭左、もうちょい左、頭が左、頭だけ傾けるだけ、傾けるだけ頭を左に傾けるだけ。そう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 、そういうこと、そういうこと。それが地面に対してまっすぐ、垂直ってこと。あ、やべえ、てかもうむしろじゃあ曲がってんだ俺。ちょっと曲がってる。いつもこうやってやろうじゃん。そうそうそう。え、だから私もなんか曲がってるなって思ったら、するとあ、なんだっけ、こうだ、あ、こっちか、こういう風にあの荷物左手で持って頭こうやって傾けて歩ってるよ。本当に。まっすぐ？まっすぐ。まっすぐ。それ普通。あら。まあ、ちょっとあの気持ち左かなっていう感じ。そんな感じですね。そう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 。それがまっすぐ。じゃちょっと大げさにした方がいい。そう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 。本当本当本当。本当本当。本当だって。なんかすげえ騙されてる気分。いやマジマジマジ。何？グリーンの平行を保つためのレッスンじゃないから。これちょっと時間かけすぎだよね。行こう次。ぐらいに落とせればいいなってことです。これはあのワンバウンド目だ。ファーストバウンド。